伊、えー、ガラシ淳建築設計の伊ガラシです。えー、今回ハットティとハウスディという住宅を、えー、発表させていただきました。えー、まあ断面を考える特殊ということですが、あのまあ私は、えー、昔からあのまあ北海道という場所で設計を続けてきた。あ 影響で、まあ、凍結震度という、まあ、そもそもこうレギュレーションがあってでそのレギュレーションを、まあ、一つのコンテクストとし,として捉えて、まあ、建築を作り続けてきたでその流れの中で、まあ、今回の二、えー、つの住宅も、まあ、断面が構成されているというようなあの内容になっています。でまあ、図面写真、えー、でテキストを まあ、寄稿させていたただきましたのであのそれらを見てさら、まあ、にあの私の過去の住宅を、まあ、見ていただけると、えーまあ、コンテクストから導き出されたあの断面形状ではあるんですが、まあ、その中でさらにこう建築の普遍的な、まあ、可能性を、えー、追求しようとおし続けているということが、まあ、理解していただけるのではないかと。 思います。えー、それではあの紙面をぜひご覧ください。よろしくお願いします。